はい、こんにちは、ピースの渡辺です。今日はですね、今タイヤの向き替え作業だったりやっておりました。ピースで軽自動車ご制約いただいた時とかにね、新品のサービスタイヤワンセット付けさせてもらってるんですけども、ホイールは中古でタイヤは新品っていうやつね、まあ、それの今組み込み作業だったりやっております。おい、ガクト、お疲れ。お疲れ様です。はいよ。今日なちょっと時間に余裕ができたから、はい、そうですね、なタイヤハウスのタイヤ今作ってたのな、ストックな、はい、ストックどんどん作っていかねえとな、なくなっちゃいますからね。な、はい、よし、じゃあとりあえず、はい、今日は頑張って、これじゃあお前一日頑張ってください。はい、はい、じゃあよろしく。はーい、 はい、組んでいきます。ピースでね、今まあガクトたちがねやってくれてるんですけれども、中古ホイールに新品タイヤ組み込みをしてね、サービスタイヤとして使ってたりするんですけど、あとなんだストックとしてさ置いてるんで、まあ、販売なんかもやっています。今ちょっとそっちの方行ってみます。はい、ピースのタイヤハウスでございます。軽自動車のタイヤしかないんですけども、これねよく動画で最近ちょっと撮ってなかったんでね、前よく撮ってたんですけども、これねストックしております。13インチ14インチ、新品タイヤセット、ホイールは中古になるんですけれども、13インチだと、4本セットで税込み 27,500円で販売しております。14インチ税込み4本セット 29,700円で販売しております。こんな感じのね、今在庫で持ってるのが東洋タイヤとか、あとはブリヂストンとか置いてますね。あとスタッドレスなんかも置いてます。まあもう時期じゃないからあれなんだけど、まあさっきも言ったけど、軽自動車ご制約いただいた時に、サービスタイヤワンセットをもう月にしてね、うちではタイヤ新品タイヤ月で販売させてもらってるんで、まあスタッドレスなんかも、まあ、いつでもだからさサービスタイヤとして使ってるんで必要なんですよ、ストック在庫が。まあ並べてあります。で今ノーマルタイヤの在庫もこの辺なくなってきたんで、今補充するのにと思ってねやってます。これ今から組み込みしていくタイヤたちでございます。これ一括で、タイヤ屋さんの方から、ね、大量にドカッと入れてもらって、その分少し値段の方もねうまく調整してもらいながら、入荷している仕入れの方やらせてもらっております。ほんでも今高いですね、本当にタイヤ代も上がってればアルミホイールの値段もね上がってるんでね、なかなか、とりあえず今現状ピースでの販売価格はこんな感じでやらせてもらってはいるんですけども、ね、まあ、入荷に応じて、これから先どうなんのかな。アルミホイールなんかめちゃくちゃ今高騰してます。アルミの素材の値段が上がってるっていうのもあるんでしょうけどね、なぜ今すごい高いですね。まあでも一応販売の方は新品タイヤホイール中古、新品タイヤ中古ホイールアルミセットでね、あの 27,500円と29,700円で今のところはねできております。はい、あ、ほんで今さそのアルミホイールが高いってお話ししてたんですけども、ハイアルミホイールの買い取りなんかもやってます。今そっち行きますね。まあタイヤハウスの外にもねこんな感じでさアルミ買い取りなんて書いてはいるんですけども、看板作ってあります。これね今アルミホイール、まあ、アルミの値段が本当高騰している状態です。で、ハイタイヤがついている状態であっても、アルミホイール買い取りできます。1本単価、1000円でハイタイヤがついてでも買い取りできますんでね、アルミホイールもうボロボロでももうねもう潰しの値段として買い取りができるんで、ね、アルミホイールぜひぜひ持ってきていただければ処分代かかりません。逆に買い取りできますんでね、いや本当にねアルミの値段が高騰してて、まあ、だから仕入れの方も本当に今苦戦してますね。なかなか大変ですね。まあ一応ピースでアルミホイールの買い取りなんかもね今やり始まったんで、ぜひぜひご相談いただければと思います。まああとね車の買い取りはもちろん何でも車買い取りでいきます。買い取りの話してたからさ、そういえばねまだ看板届いたばっかりでまだ作ったあの貼っつけてないんですけども、事務所にね看板届いておりました。これね20万キロオーバーのお車でも必ず買い取りなんてね、これ
ピースで輸出ルートの買い取りだったり部品取りの買い取りだったりあと資源としての買い取り、まあ、アルミホイールだったりも含めてね資源ルートとしての買い取りなんかもできます。仮想工の車の買い取りね結構得意ですんでどんな車であっても買い取りさせていただければなと思います。これ看板ね2枚作ったんですけど、まあ、これねあとね仮想工の車必ず買い取り、輸出関係とかはね、本当走行距離関係なくトヨタ系の車とかは、まあ、全般的に買い取り結構ね出ますね。まあまあ、トヨタに限らずどこのメーカーであってもね、ご相談いただければいくらぐらいで買えるか、すぐね、お答えはできるかと思うんでね、走行距離が乗ってても、スクラップだなと思わずねご相談いただければ案外高価格で買い取りできるのありますんでね、ぜひぜひご相談いただければなと思います。これ今から貼っつけねえかわかんないんだよ、これ届いたばっかりでさ看板ね。よし、とりあえず今日はね、今週車、オークションの方からさ、仕入れてた車たちもね、結構あったんですよ。ちょっと、今、ストック在庫の方に行ってみようかなと思います。あります。何台買ったんだ？今週ね、結構買いましたね。JB5 と JC1 のライフばっかりね。私、ライフがね、まあ一番ね、取り扱いしてさ安定してんなと思ってさ本当におすすめですね。故障もね必ず壊れねえとは言えないんだけど、まあ、絶対壊れねえとは言えないんだけどさ、でも故障の比率もね比較的少なくて、燃費もいいしね、本当に触ってて取り扱いしやすい車種だなと思ってさ、ホンダライフこの辺のやつらね、これ今週の仕入れでございます。あとこの LA100K っていうモデルのムーブもこれもいいね。ほんと最近触ってて、あ、これおすすめだなーって気がしますね。ウォーターポンプの異音はどうしてもね、出ちゃうかなと思うんですけど、まあ、点検かけながら、ウォーターポンプとベルで刺激交換しながら、この辺は車検通してくるようにやってますね。これも今週の仕入れ。あと N ワゴンもこれ今週。あ、この辺が全部今週だね。うん。N ワゴンから。これいいね、ムーブね。おすすめです。新しい平成29年式 N ワゴンも平成26年式だけかな。あとこの辺のは、まあ、最終形の JC ライフ入ってますね。まあ、いろいろね入ってるんですよ。裏の方にも結構買ってたんで、まあ、この辺のは今から、点検かけながらね車検を通して店頭に出していきます。ほんで、それとですね、あとは今週の仕入れで、もう私の一番のね楽しみな車がね、このキャリアに乗っかってるんですけど、まだ落としてないんですよね。これかっこいいでしょ、日産フーガ。これいいね、フーガ。私セダン大好きなんです。ね、しかも黒かっこいいね。これ今から落とさなきゃダメなんですけど、いいね。平成22年式このモデル、2代目モデルのフーガなんですね。このモデルの、最初の頃かな、21年からこのモデルになってんだっけかな、モデルの名前が忘れちゃったんだけどね。まあでも2代目モデルのフーガでございますね。いかつい黒いいね、かっこいい。ちょっとこの辺あたりちょっと目立つんだけど、ここだけねちょっと板金塗装で綺麗に手直ししなきゃなと思います。22年式の、3700cc、 ほんで10万キロちょっとぐらいだったっけかな、確か、ね。これもオークションから今回、買ってきた車ですね。まあちょっと外装の手直し、さっきのところしなきゃいけないけどさ。でも、綺麗じゃないかな。まあ今から、ちょっと今日脅す時間がなくてさ。まあ今はね、夕方までに脅します。こんなのもね、買ってきてました。セダン、ね、売れないんですけども、まあでもさ、やっぱりこうやって車屋さんをやってて、ピースで、まあ、基本としては軽自動車の販売をメインとしてねやらせてもらっております。なんだけど、先ほど言ってた、買い取りとかもね得意でやってます。まあ、と私の、まあ、車屋さんをやり始めたきっかけっていうのも、この YouTube チャンネルでねたまに喋ったりするんですけど、私ねセダンが大好き でいい車を少しでも安く乗るのにはどうしたらいいんだと思って、この車屋っていう商売をね自分でやろうと思ってさ、オークションに行って買い付けすればね、かっこいい車が安く買えるのかなっていう風なね、そんな動機から車屋さんをやっております。まあ、なものでね、まあ、自分のさこのやっぱりなんだ夢っつうかさ、こういうかっこいい車、
ね、高級セダン並べたらいいんだよね、うん、こういうのが乗るのがまず夢だったんでね。なんでこう道路サイドとかの車屋さんでさ、昔若い頃さ見ててね、こういうかっこいいあの頃だな、プレジデントとかね、あとベンツの S600 とかあったんだよね。こういうの並んでる車屋さんとか見てさ、おーかっこいいな、俺もこんな車並べてね、車屋さんやってみてえなーとか思いながらいたんですよ、あの頃ね。でまあせっかくこうやって車やってる商売をね、今こういう風にもう十何年やってきたんですけど、やってるんで、まあこういうの、まあ実用的な面だったりね、なんつったらいい、まあ経営していく上でさ、まあ無難なのはやっぱ本当軽自動車の販売が一番無難でね、やってはいいんですけど、でも少しね楽しみながらやっぱ商売もやりたいなと思って、この辺の高級セダンもねたまーにですけども仕入れの方やってます。でもこれ楽しみだね、初めてこのモデルの風化買ったんですよ。どんな感じなんだかね、板金塗装しながら内外装仕上げでね、あと点検業務かけて、店頭の方に近々出していく予定でございます。こんなとこですね。とりあえず、今週タイヤ、まあ、今週つか今日か、今タイヤの方をね作ってたり、あとアルミホイールの買い取りなんかもね、今やってます。あと車も買い取りやってます。何がありましたらね、買い取りも販売もピース得意でやらせてもらっておりますんで、ね、まあでもやっぱ一番得意はいつも言うけど20万30万円の軽自動車の販売が一番得意でやらせてもらっております。車検2年付きで新品タイヤもワンセット付けさせていただいて、込み込み価格でね販売させてもらっておりますんで、ぜひぜひねお探しの方いらっしゃいましたら、低価格車専門店ピースよろしくお願いいたします。バイバイ。